ね、私この時期いつもね風邪ひくんですよ。去年のこの時期も激重咽頭炎にかかってしまって、そうで、喉がもともと弱いのですぐ喉から風邪をひくんですけど、もうね来てる 来てます。なんとすごい、もう喉がねやばいかも。なので今マスク、喉ぬるぬれマスクでなんとかこう、はい。で、一応ビタミンと風邪薬と今できることは全てやったんですけど、ちょっと結構やばいかも。昨日の夜配信終わった後ぐらいからって思って、そう、でも夏風邪ひきそうだな、今年も。もうすぐ卒業なのに。でもね、恒例行事なんですよ、私の。恒例行事。なので、ちょっと、喉が終わってるんですけど。はい。おはよう。マスクして寝ないと死んじゃうやつですね、これよくならない。死にそう。この携帯を今2台駆使して配信してみんな今日何するの？みんな今日何すんの？ まるでテレビ電話。意外とさ、なんかさ、
そういうことやるからガチ恋増えるのかな。私的にはガチ恋してくれてた方が嬉しいんです、実は。たい焼きいっぱいありがとう、ありがとう。和菓子も達成できたし、ありがとうございます。爪かわいいね、爪だよ。ありがとうございます、たい焼きいっぱいありがとう。玄関先でいってらっしゃいされたい人生。いってらっしゃい、気をつけてね、お仕事頑張って。なんかラメついてる。頑張れる？お仕事頑張って、ファイティン。おはよう。リカはね、結構快適に過ごしてるよ今。何これ、甘い。何それ、めっちゃね、喉痛いんだ、喉痛い。出かけたくなくなっちゃうね。出かけなくていいんじゃない？休んじゃい、休んじゃい。悪魔の叫び声、休んじゃい。めっちゃ喉痛い。ずっと一緒にいる、いいよ、いいよ。いいよ、全然。リコはね、めっちゃ喉痛い、風邪流行ってるでしょ。私流行りに乗っちゃうんですよ、この季節。夏風邪、え、覚えてる？去年もう7月ぐらいに、7月頭ぐらいかに風邪ひいて咽頭炎になってて、でめっちゃコロナ疑われて、
で、一応検査しに行ったけど、コロナじゃなくて、で、喉がめっちゃもう、ポンポンに腫れてて、真っ赤っか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 ってなってて、それで、どこ何でどうしたらこんなに腫れるのって言われて、わかんないっすって言って そう。もともと喉弱いんですよ。そう。なんか、体が強い方ではないので、常にどこか体調悪いんですけど、今はね、喉が痛いね。何このギフトかわいい 何今の ペンギンがピコって出てきたよ ありがとう、いっぱいギフト投げてくれて。だからね、なんかもうこれピコって出てるやつやめて、かわいい扁桃腺生えた、そうなの。なんかこれ言ったら、ほんと泣きそうになるぐらい辛いんだけど、なんか心はさ、なんか活動したい。あんまりこう、休んだりしたくないし、なんか踊ったり、歌ったり、常にしてたいタイプなんです。だけど、体がね、やっぱりついていかなくて、そう。で、何かしらいつもどこか体調悪かったりして、なんか心はやりたいのに、体がついていかないみたいなことが、この8年間ずーっとあって、それで結構しんどくなっちゃったりとかありますね。そう、と辛かった。それが一番辛かったかもしれない。何回かみんなにも相談したりしてたんだけど、なんか私は頑張りたくて、なんか頭の中ではこうしたいああしたいって分かってるけど、体がもう全然言うこと聞かなくて、もどかしい気持ちになることが8年間ずっとありましたね。なんか最初の頃とかはさ、体調悪くても頑張ることが正義だと思ってたから、なんか我慢していろんなことやったりしてたけど、なんかそのせいで一回も心まで壊れてしまって、治らなくなってた時期があったので、そう、それがね、やっぱ最後に立ちはだかるのもこの壁かという感じ 喉がめっちゃ痛いんだよね。大変な中活動を続けてく、いや、でも、でもね、体調は
まあ、ずっと戦ってきてはいたけど、なんかここ1年ぐらいはいい方なんですよ。意外とちゃんといい方で、そう、ごめん、喉終わってて声出ない、声が出ない。みんなわかんないよね。なんか届けたい時にさ、自分の声が届かないこのもどかしさが どれだけ辛いか。やっぱ私はみんなにいつも、お話ししてるのも好きだし、ショールームもすごい好きなんですよ。だからできればこう配信もしたいし、だけどやっぱそれが思った通りに声が出なかったりするとめちゃくちゃもどかしい気持ちになるよねっていう。ファンの人にもらったマスクで、なんか濡れマスクみたいなやつ、今ねなんとか頑張ってる。めっちゃ今できることは全部やった。ビタミン飲んで、炎症用の薬飲んで、やっぱ一番はさ、多分だけど、一番は喋らない方がいいんだろうけど、でも喋らないと死ぬから そうで、今日は夜も空いてるっちゃ空いてるけど、これ夜またひどくなって喋れなくなったら辛いなと思って、なんか朝のコンディションで届けた方がいい気がして、今朝配信してます 今日はね、夜も空いてるし、お昼にちょっとお仕事があるだけなので、無理しちゃうから、何か 無理してる。でも無理してる気はないんだよね。なんか楽しいからやってるだけなんですけど、心を優先したらそうなる。やっぱみんなと喋りたいし、活動が嫌なわけじゃないから、なんか仕事って言っても仕事と思ってないことの方が多くて、なんかちょっと自分の好きな楽しいことをしながら、みんなともコミュニケーションが取れるっていう状態が一番良くて、今が一番いいんですけど、今日の夜ね、今ここで体調崩したらもう本当に、もう、こう、どんどんこう なんかやらなきゃいけないことが増えてるのに。しかもさ、終わった司会とかもあるじゃん。
だ早くそれまでに直したいんですよね。一旦。そう、あ、でも、あれですよ。みんなに移るとか、そういうことがありそうな場合は、安全をと、取るし、その心配は全然ないので、安心してほしいんですけど。そう。なんかまたさ、コロナもさ、巻き返してきてるんでしょ？ 巻き返しコロナなんでしょ、今。だからコロナも怖いよね。私コロナなってないからさ、結局。いつもさ、みんなと真逆を行くんだよね、なんか。メンバーがさ、コロナかかってる時もさ、コロナ全然かかんないしさ。なんか、今みたいなタイミングでなんかなったりさ、集団で食中毒にかかった NGT がね、かかった時あるんですよ。ちょうど青春時計ぐらいの時に。その時も私だけかかってなくて、その時東京いたから。え？みんな食中毒なの？ってなってた。マスクしてないやつ多すぎ。え、わかる。でも私は職業柄マスクするんですよ。外でも。ね。だから、対面で誰かと喋るときも、常にこうマスクをしたまま、だから、メイクしてないときとかもそうだし、ずっとマスクしてるから別に、なんかいいんだけど。で、周りの人でマスクしてない人増えたよね。耐えたのにかからなかった。うん、食べてない。なんか、その時私は東京でお仕事してる時に、みんなが劇場公演かなんかのお弁当で集団食中毒にかかっちゃって、その時もニュースになったんだけど、NGT で集団食中毒にね。それも、なんか、私だけかからなくて。そう。本当ひどい人が多すぎます。え、でもね、私は思うよ。なんか、結局それしてさ、こう切迫されるのってさ、医療に従事してる方々じゃないですか。なんか、いや、いいよ、もう世間的にはアフターコロナで、なんかやりたいことやってる人が増えたし、なんかどんどん日常を戻そうみたいな、その、海外に合わせた姿勢というかなというか、日本は気にしすぎなんだよって散々言われて、それでなんか戻そうとしてるのもわかるけど、でもさ、結局それでさ、またさ、流行ってさ、蔓延してね、それで、辛いのはさ、医療従事者の方々じゃないですか。それがなんか、って納得いかないよね。まあ、ある程度、そのコロナに対する体制が整ったとはいえ、私は結構こう、なんだろうな。マスクする、普段からする方だから。あれだけど、でもなんか、本当、かわいそうだなと思う。お医者さんとか、看護師さんとか。日常をね、取り戻すことも、なんか、心的には大事かもしれないけど。あっちを立てればこっちが立たずで。そうだよね。
しいね。ああ、喉痛い。で、こんな喉痛いの。助けて。昨日プリプリしたからかな。なんかでも公演終わりとかに私が喉弱いの知ってて、喉休めてねとか、歌配信終わりとかも、リカちゃん喉無理しないでねとか言ってくれるんですよ、みんな。で、優しいなと思ってるんだけどさ、でもさ、弱い私も悪いからさ、なんか本当ごめんねって感じなんだけど。なんか結局さ、何、それは、いや悪いんですよ、本当に弱くてごめんねって感じなんだけど。もう伊之助みたいな。そう、なんか公演とかもさ、なんか体調大丈夫かなって心配しながら見る公演って、なんかちょっとあれじゃん。私は純粋にみんなに楽しんでほしい気持ちがあって、でもなんか結局自分の体のことだから、なんかそれってまあね、普段から強かったらそんなこと言われないのにとか思って、結構、私も心配させちゃってるなって思いながら公演やったりしてるんだけど、どうだいたい、ねえ、え、声やばくない？そのあーってやったら、鏡で見てあーってやったら喉めっちゃ腫れてた。あー、これは来るな、いつものやつだなーって。この季節の恒例行事。そう、でもさ、体壊すとさ、まあ、心が前向きな時はさ、もどかしいけどさ、もうここまでこう、なんだ、完全に打ちのめされると、体がなんか心まで病んでくるよね、ごめんなさいって。そう、それそれ、そう、自己管理ができてないってことじゃないですか、私。でもめちゃくちゃ気を使ってるし、人よりも弱いって分かってるから、薬も飲みまくってるし、事前にビタミン取ったりしてるんですよ。でもなんかやっぱどうしても抗えない時があって、その自然の摂理に、だからなんか本当に心配させてごめんなさいという気持ちでいつも、弱い私が悪いです、自己管理できない私が悪いんですよ。だからみんなが心配する必要は全くなくて、そう、みんなはリカちゃん早く公園出てくれないかなってワクワクして待っててくれたらいい。でもこれほんとジレンマというか、ねえ、しんどいよね。だってなりたくてなってるわけじゃないのにさ、人に心配をかけるこの体質めっちゃうざい。ほんと辛いんですよ、こっち側も。なんかそんな、なんか不摂生なさ、例えば夜寝てないとかご飯食べてないとかそういうことだったらなんかうんってなるけど、今別にご飯もちゃんと食べてるし、夜も寝てるし、何がいけないのって感じ。私の
何がいけないのってか。でも昨日もマジくしゃみ100連発ぐらいしてた。でも猫触ったからかなって思ってたから、なんか、あ、昨日ちょっと猫触ったんですけど、猫触ったからアレルギーでなってんのかなって思ったの。もうマジでそんなことなかったわ。普通に風邪ひいたかもしれん。なるときはなるよ。しんどい。なんかさ、風邪ひいてるときとかさ、あのみんなも経験あると思うんだけどさ、辛いなってなってるときってさ、え、いつもの私ってどんなだっけって思わない？忘れるよね。ずっとなんか、え、体調いいってどういうことだっけみたいな。なんか、あの、いつもの自分がすごいありがたかったんだなって思うよね。わかる？ね、平常時の自分を思い出した。でもだから本当に毎日感謝ですね。おばあちゃんみたいなこと言う。日々感謝しながら生きていかなきゃいけない。そう、こんなに丈夫に産んでもらってありがとうって生きててよかったって。私なんかはなんかいつも体調崩すかな、生きてるだけでありがとうって感じだけど、そう、すぐ体調崩す。もうでもこうなんかここ1年ぐらいは体調良かったけど、いつだ、なんかさ、覚えてるか分かんないけどさ、 NGT ってさ2回体制変わったのね、運営の。まあ、トップが変わるというか、その1回目変わった時から2回目になるまで、2回目変わるぐらいまでの間がもうしんどすぎたね。もうあの頃が一番体調悪かったし、心も終わってたしみたいな。そう、辛かった。泣きながらショールームしてたもん。辛い、怖い。でも結局そうなんですよね、この8年間最終的に助けを求めるのはファンの人っていう。私多分性格的に親とかその友達とかに頼れないです。なんかわかんないけどかっこつけちゃって。そう、でもやっぱずっと普通逆なんだよ、普通逆なんだよね。普通ファンの人にかっこつけて、身内にはこう頼るっていうのが普通はそっちは逆なんだよね、いつも。人と逆を行くんだよね。やっぱこうファンの人ってさ、なんか大人数だけど、なんか一人一人がさいろんなお仕事をしてて、その人の背景に生活があって、なんかそれでも私を毎日応援してくれてるわけじゃないですか。なんかその分さ知恵があるわけですよ。三人よりは文殊のなんとかで、なんか本当に
いろんな人がいるからこそ、こういう時はこうしたらいいよっていうのがすぐ出てきて。で、私より年上の方も結構いらっしゃるので、なんかいろんなことを教えてもらえるじゃないですか。なんか2割は私に育てられたってよく言ってくれるけど、なんか私もみんなに育てられてる。そうだね、理解してくれてるのもあるね。私の性格とか、なんか体調管理の甘さとか 自己管理能力のあれがみんなちゃんと分かってくれてるから、そう、助かる。だし、なんか私が言う前に、リカちゃん喉大丈夫とかさ、なんかちょっとしんどそうにしてる時とか結構言ってくれたりするから。で、この間の公演であれだよね、なんか日向も喉の調子悪くて、で、歌わりのところみんなに歌ってもらってたっていう話があったんだけど、なんかワンチャンそれが映った説っていうのもありそう。うん、そうなんだ。え、いたよね。公園見に来てましたよね。そうなんだ。また LED 数えてたのかな。でもそういう人の方が。理科はね、信用できる。はよ。仕事ある、朝5時起きなの。めっちゃ大変や。一日長いね。頑張って。隣の人がミックスでもしたか、握りしめてて、ニコニコしてしまった。えー、かわいい 何その話 えー、かわいいんだけど、ミックス。そっか、声出せるようになって初めて来た公演だったのかな。かわいい。え、本当にかわいいね。え、なんかさ、サマーバッグみたいなやつあるじゃん。ああいうのとかもそうだけどさ、私ね、なんかお話し会がオンラインになって、それまで握手会でみんなが会場に来てたけど、まあお話し会とかってなるとさ、その人の部屋が見えるじゃないですか、オンラインだと。自分の自室でやってる人はなんかその部屋が見えて、で、なんか私のグッズでいっぱいの部屋とか
あとはなんか CD めっちゃあったりとか、ちゃんとねうちわとか飾ってくれてるのを見て、なんかちゃんと愛されてるんだなって思ったよ、私は。なんか、私は自分に自信がある方ではあると思ってるから、すごい、なんか目が乾燥して涙が出てきた。なんか泣いてないよ、大丈夫。私は常に自分に自信がある方ではあるから、なんかこう、なんだろう、普段改まって考えないというか、でもなんかたまにさ、こう自己肯定感が激低になる時があるんですよ。なんかそういう時とかにお話し会があると、なんかちゃんと愛されててよかったって思って、すごいね、嬉しくなってました。なんかだからそういうのを見るたび、卒業も考えてたわけじゃないですか、もともと。そういうのを見るたび、この人たちって私が卒業したら死んじゃうんじゃないかと思って、それが結構ね、心配というか気がかりではあったんだけど。そう。だからなんか、それだけ人の思いを背負ったお仕事だから、なんかちゃんとしようって でも話し会オンラインになったからこそ、なんかちゃんとそうやってファンの人は私のことを見てくれてて、普段から応援してくれてて、この人たちともっとコミュニケーションをとって、そう、なんかコミュニケーションをとって大切にしないとダメだって気づいたんですよね。だから別にオンラインにはオンラインの良さがあった、本当に。だって例えば沖縄とか北海道とかに住んでる人はさ、オンラインなら来れるよってなるじゃん。普段は行けないけど、みたいな。だから、なんかそういう人たちにも会えたし、オンラインにはオンラインの良さがあった。みんな多分ちゃんと会いたい人の方が多いだろうし、私もできればみんなと直接会いたいけど、でも、なんか私が、ちゃんとファンの人から愛されてるって気づけたのは、この人たちは、なんか会場に来て文句言うことは言うときは言ってるかもしれないけど、運営がクソとかさ 言ってるかもしれないけど、結局は推しメンのことが好きだから、そうやって会場にも来てくれるし、なんだ、運営がどれだけクソでもなんかメンバーの味方でいてくれるし、そう、オンラインがあったらゲーム、そうだよね、それがきっかけになった人も絶対いると思う。オンラインなかったら会ってない可能性あったと思う。ねえ、ほんとそうだよね。私それがきっかけで、私もなんかファンの人の名前と顔が一致したりして結構覚えたし、私みんな嘘って言う、絶対それは嘘って言うかもしれないけど、
人の名前とか覚えるのめちゃくちゃ苦手なんですよ。で 何でかっていうと、オフラインで直接会うイベントの時に名前言われても、短期記憶が働かないので、なんでかっていうと私は映像で覚えるので、言われても分かんないんですよ。わかる？この人の顔を覚えてるよ、顔を覚えてるけど、あ、名前なんだっけってなって、顔と名前が一致しないみたいな、そういうことがまあ多々あったんですよ。だけど名前がさ、画面に出てるとさ、もう覚えるんですよ。私はカメラ目なので。だから早くなって、人を覚えるのも早くなったし、だから余計コミュニケーションを取れるようになったし、そう、だから普段スタッフさんの名前とかは全く覚えられない。申し訳ないけど。あー、どっかで会ったことあるけど、何の人だっけ？お久しぶりです、みたいな。いつもそんな感じ。そう。でもファンの人の名前はオンラインで結構覚えましたね。そう。顔を覚えててもやっぱ名前と一致しないとね、なかなか認知できないから。一応名前だけ知ってて正体わからない人を答え、それもできるね。だからなんかオンラインにはオンラインの良さがあったよって もう、おはよう。もちろんみんなに直接会えるのも好きだよ。好きだけどっていう話ね どっちもやったらいいじゃんね。私オンライン別に嫌いじゃないな。みんなのお部屋見れるし。リカのグッズこんな持ってんの？みたいな。ありがとうって。いつのグッズ持ってんの？これ。みたいな。こんなに好きでいてくれたの？みたいな。京都駅も覚えてくれ、覚えた。京都駅にか人生で2回ぐらいしか行ったことないけど。覚えたよ。トシさんのおかげで。あ、京都駅にいるでしょって。オンラインが緊張しなくて話せました。そういう人もいるよね。でも緊張してるみんなを直接見るのも嫌いじゃない おはよう。なんか目乾いて涙出てくる。やばいよね。鼻水は、喉やばくない？助けて。取り外して洗いたい。修行したらショルーム配信を続けて。ショルーム続けるよ。ショルーム続けるよ。大丈夫。あ、でももしかしたらプラットフォーム、配信はするけど、ショールームかどうかはまだわかんないけど、できれば、まあみんなも仕様がよくわかってるだろうし、ショールームでやろうかなと思ってるけど、もしかしたら並行してなんか、インスタとか YouTube とかになっちゃうかもしれないけど。
でもやっぱショールームがいいよね。それはでもその時のみんなの温度感と私の気持ちとバイタリティ で結構決めようかなっていう。でさ、これ言ったっけ、これなんか若干あれなんだけど、まだ言えないんだけど、ガットハンが引き継げるみたいな話があって、そうだからそれのあれとかも今進めてるんですけど、あ、言ってた私、記憶いないな 言ってた、あ、本当、引き継げるんですよ あ、そうそう、内緒なんだけどね。そうだからそう、そんながっつり言ってた、内緒って言ってた しっかりしてんのかしてないのかよくわかんないな、マジ記憶いないわ。内緒とおっしゃる、まあ内緒は内緒なんだけど、そう、内緒って言ってた、うん、内緒です、そう だからみんな秘密ね、秘密にしといて マル秘事故、そうとかもあって、だからその辺どうなんだろうっていう、もしかしたら動画コンテンツとかもファンクラブ限定のやつとかができるから、そういうのもできたらいいなと思ってるから、YouTube よりそっちの方がいいなって思って、動画上げるならね、コンスタントに上げるなら、ちょっとさ、コメント動画とかでもさ、ファンだけに見せたいものとかもあるじゃないですか。だからファンクラブ限定でできたらいいなってすごい思ってて、イベントとかもファンミもやろうとしてる、規模小さくして、私が考えてるのは、講演会みたいな形をとって、私が前に立って、みんながショールームみたいにいろんな意見出してくれたり、だから1対みんなのお話し会みたいなやつとかも楽しそうだなっていう。そう、トークイベントだけど、その人とコミュニケーションも取るみたいな、そういうのもやりたいなって思って。そう、ニマリは仲がいいから、そういうのもみんなで楽しめそうだなって、そう、リアルショールームみたいな感じにできそうだなって思って、ワイル、そういうファミとか普通に1対1のお話書いたか、もうできたらいいなって 思ってるよ。リアルショールーム絶対楽しいね、楽しいよね。キャラがさ、ファンの人も濃い人が多いからさ、いろんな楽しいお話聞けそうだなって思って。そう、濃い
え？濃くなかったら何？新潟ではお会いできなくなりますか？でも新潟のお仕事、新潟の局のお仕事とかも、もう声がけいただいたりしてて、で、私あんまりあれなんだけど、環境が変わるのが嫌で、これも前言ったかな、あんま覚えてないけど、フローラも継続するので、なんでかっていうと、だから太田プロとフローラに今いる状態でしょ、それをそのまま継続するんです。なんでかっていうと、クラクラのプロデュースをやるから、入ってないとキモいっていう。そうだから本当にアイドル活動がなくなるだけで、卒業したらしばらくはお休みするんですけど、でもずっとこう継続してそのできるように、わがままを言って、もうそのフローラでね、みんなとこう得た人脈とか、その出会った人たちもみんなプロだし、それも財産だと思っていて、手放すのがもったいないなって思ったんですよ、卒業を機に。だからちゃんと今までの運営にも守ってもらえるし、太田プロのお仕事もするし、環境は変えないままずっとできるので、私としてはすごい心が楽 なんです。新しく一から人間関係をどこかで築くよりも、その方が私は結構安心してお仕事できるので、そうだね、今までの卒業生にはないね。そうだから、そういうこともやりたいなって思ったりしてるので、今までのその運営ノウハウとかもそのままできるので、私はその方が楽なんだよね、結局いつも文句ばっかり言ってるけど 支えられてるっていう事実はちゃんと理解してるし、私はそれがすごくありがたいことだとも分かってるので、仕事できなかったら切れるよ、仕事できなかったら切れるけど、でも 切れるけど、でもそれだけこう私が怒っても、優しく受け止めてくれる人たちじゃないと私も仕事できないなって思っていて、だからやっとこう構築した人間関係だったり関係性をまた一からゼロに戻してやらなきゃいけないっていうのが結構プレッシャーだったりするんですよ。で、私環境変わるとすぐじんましん出るので 体調崩しちゃったり心が弱っちゃったりするので、その方が楽ですって岡田さんに言ったら、岡 P ねに言ったら、岡 P 自身も岡 P の目に届くところにいた方が僕としても安心ですと言ってもらえたので、そうなので、こう継続して、
冬の契約しました。血の契約。そう、あんまりこう私上手に説明できないんだけど、なんかそういう感じ。今までとは全然変わら、今までと変えたくないですってことはもうほんと私の意思としてずっと主張していて、そう、なんでかっていうと環境が変わるとおかしくなるから、そう、なのでほんとアイドルじゃなくなるだけっていう、ただのその感じです。はい。だからみんながリカがうーんってなってる時にみんなが怒りの矛先を向けるのは今までと変わらないっていう。おのれ太田プロってなるか、おのれフローラってなるか、どっちかっていう。でもその方がみんなもやりやすいでしょ。あ、今までと同じところに怒りをぶつければいいのかみたいな。そうそう、リカちゃんが困ってるだろってなるのは、まあ、どっちかなので実家のような話。そうそうそう、もうでもそれももうコントでご愛嬌だよね。ご愛嬌ってですよ、もうほんとそれすら。中井梨花のやっぱ私が運営サイドに行ったら中井梨花の立ち悪いなって思うところは、ファンと一丸となって消えてくるところ、徒党を組んで立ち向かってくるところがうざいなって思う。やっぱ脅威ですよね。うん、数打ち当たるのなんか典型というか、お問い合わせも慣れたものです。でもさ、大体私の言ってること合ってない？え、これフローラおかしくないとか、え、これフロウォータープローおかしくないとか言ってる時ってさ、大体私の主張合ってないですか？なんかどっちの目線からも一応意見を募集するんですけど、ショールームとかでも喋って、でもこうやって私がいけないかなってよく聞いてるところをみんなは目にすると思うんですけど、結局さ、なんかさ、でも理不尽だと感じることってさ、やっぱり受け取り手の問題でさ、だからなんか結局正論言ってんの私だからさ、勝てるんだよね。客観的に見ても、そう、でも客観的に見る姿勢を忘れてはいけないと思ってる私も。なんか主観でわーってなって切れ散らかすのってちょっと違くないって思って、それは私の感情乗ってる時だってあるよ、ハウザってなって切れてる時だってあるけど、でもその前にいや道理としてこれはおかしいよねっていうことを、そう、先に頭で構築してるからもう絶対論破できるっていう。結局何が言いたいかって、ファンのみんなは私の味方だし、私はファンの味方なので、なんかいつもファン側に立ったことしか言わないから、これ運営おかしいよねとか、え、なんでこんなに金かかるとか、え、なんでこれこんなにあれなんとか、だから結局はそこで徒党食って立ち向かわれると結構運営としてはうざいっていう。私が運営だったらそこがマジであいつさってなるところだなって思いながらやってます。はい、まあ運営も人間なんでね。
言うて、マネージャーだって人間だし、間違いは誰にでもあるけど、にしたって甘えすぎみたいなところがあるので、仕事ですよって お仕事ですよ、お金もらってますよねっていう感じで激詰めしますけど、人間で作る、そう、相手も人間だってことをね、忘れてはいけないよね。そう、でもこいつうざいなって思った時に、もう、あ、この人のことは人間だと思うのやめようってなる。さ ってなった瞬間に情のスイッチを切る。私も無情だと思う。本当になんか極悪非道人だから、人の感情と才能を切り離して考えるので、あんたはどう思うか知らないけど、お金もらってんだからここまではやってよっていう。もうそこでね、もう、吸ってオフにするね。でも絶対いらない時もあるよ。その情のスイッチがいらない時。今それおかしいよねって時あるもん。優しいか赤さなのかと。でも私、人に対してなんかあまり期待をしないようにはしてます。なんかもともとなんか、期待をしてない方が楽に物事が進むというか、おはよう、みんな絶妙な時間に起きてくるんだね。7時半起きの人とかいるのか。いや、私さ、みんなに一個謝らなきゃいけないことがあってさ、知らなかったんだけど、ツイッターってさ、リツイートの通知も行くんだね。ツイートしたことだけかと思ってたら、なんか通知取ってる相手がリツイートしたこととかも行くんだね。申し訳ない めっちゃうるさいよ、夜中とか 朝とか 私さ、朝めっちゃ早く起きてること多くて、仕事とかで。そうするとさ、朝にさ、バーってやっちゃうんだよ。宣伝事とかも、ああ、これ忘れないうちにやらなきゃと思って、起きた後、こう、すぐ
これも昨日ツイートされてたやつはリツイートしなきゃみたいな感じでやっちゃったりするんですよ。ほんと5時とか4時とか5時とかに、なんかそれが本当に申し訳ない。起きちゃってたよねみんなね。リガちゃん起きたんだって分かってニヤニヤしてる。あ、そういう人もいるか。じゃあいいのか。でも本当に朝めっちゃツイートしたりしちゃうので、だって起きちゃうじゃん。なんか仕事めっちゃゆっくりの日でもさ、朝にめっちゃ通知来たらさ、うんってなって起きちゃったりするじゃん。でも私はめっちゃ朝早いからそれでやっちゃったりするんですよ。でも通知行くって分かってちょっと控えようって思った。あ、これ通知行くんだ、控えようって思って。起きてる。お休みモードにしてやる。え、それどうやってやんの？何年やってる？すいません。最近気づいた。すいません。最近気づきました。今まで通りで大丈夫。本当？絶対それでフォロー外した人もいるよね。集中モードでした。しゃあない、やって時間の iPhone 設定してください。覗いて、これ確定だな。風次公演いつ？ 22。 仕事はついてしまう。お仕事頑張ってね。22までに治るかな。なんか長引かない夏風邪って。私去年もなんかめっちゃ長い期間つらかった時期あった気がする。なんと大事にありがとう。早く治すね。学校嫌すぎて電車の中で泣きそう。うん、学校嫌なの。嫌だね。頑張って。それなのに隠し、いやいやいや、昨日の夜は、いや、ほんと配信終わりにんってなっただけで、配信してる時ぐらいは全然元気だったんですよ。だから全然それは大丈夫だったんですけど。あまり良くないようならお医者さんに見て。うん、大丈夫、ありがとう。
おはよう。なんだ言って、なんかいやでも今考えたら助走はあったよね、言ってたよね、私喉痛いかもって言ってなかったっけ。いや言ってた気がする、コメントいっぱいしてって。いや助走だったわ、あれ来たわ、やっと今やっとあれした、飛び立った。やば、伏線回収というかなんか、うん、やっと今離陸した。ただの助走だったわ、うん、滑走路に立ってた。からお布団かける、これ寒い。あたた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 、うん、ちょっと読めないけど。画面が暗くても可愛い、まあ暗いくらいが可愛いっていうね。むにゃむにゃ眠いよ。You okay? No. ま熱はギリないですよね。わかんない。6度8分ぐらいはあるかもしれないけど。平熱5度だから私。携帯かわいがるやつ大丈夫これね、みんな寝てると思うじゃん、寝てないからギリギリ斜めだから、うん、安心して。顔がさやっぱさ完全に寝るとブスになるから、この二重幅をキープするためにもギリギリ体は斜めにしてるので寝てはないです。説明すると頭がここにあったら体がこうなってる、こうなってる。変な変化が激しいね。なんで？なぜなの？
かちゃんおはよう。おはよう。みんなは昨日何時間寝ましたか？私全然寝てないよ。寝たんだけどね。50時間ぐらい寝たいもん。おはよう。みんな短くない？現代日本人って短いよね。じゃあ最低何時間寝たい？私は8。最低でも8は寝たい。リカは23時くらいに寝て、23時くらいに死んで1回で5時に起きました。睡眠スコアって何？そんなのあんの？あれか、アップルウォッチつけて寝たらなんとかかんとかみたいなやつ。50時間寝たい。丸2日ぐらい寝込みたい。よもう冬眠よ。そうだよ、冬眠したい。目がパグってきた。よくお休みくださいね。うん、仕事行ってきます。お大事に。ありがとう。本当に喉痛い。声いつもと違う風に聞こえる？いつもと一緒？
どうですか皆さん。いつもと一緒。聞こえ方はいつもと一緒に違う。強そうなのか。そうだよね。まだこれ日本。マジ？そうじゃん。結構鼻声なんだけど、私自分からしたらね、ここがめっちゃ詰まってて喉がめっちゃ痛いっていう。そう、辛そうでは。辛いよ。トローチもあるけど、なんか舐める気にならないから、とりあえずビタミンと炎症を抑える薬だけは飲んだ。そうなんですよ。甘い。何のやつそれ。咳は出てない。出てないかも。蜂蜜は喉に。蜂蜜で、蜂蜜でも蜂蜜単品で食べることあんまなくない？プーさんかな。和菓子ギフト、あ、ペンギンのやつかわいい。さっき見たペンギンのやつ超かわいかった。ピコって出てくるやつ。運動飴ね。お大事にしてくれ。ありがとう。ちょっとでは休んでこようかな。少し夜も、夜まで調子よかったらできそうなんだけど、今日はもうしんどくてできなかったらごめんなさい。はい、ちょっと休んでおきますね。ありがとう。お仕事もあるので様子見で、はい、ちょっとだけやるかもしれないです、夜は。 OK、 うん、ありがとう、みんな朝から見てくれて。ライブランキングってどこに出るの？あ、7位が元木さん、6位がチロスキさん、5位がタケタケさん、4位がいけない太陽さん。あ、変わった。7位がチロスキさん、6位がタケタケさん、5位がリュウジさん、4位がいけない太陽さん、3位が太郎かっこぼつこせ、2位がティモキバーガーさん、1位がたたかさんです。ありがとうございます。
喉痛プリプリ、喉が痛いプリ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 、喉痛プリ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 。